皆さんこんにちは。最初が肝心、初学者のための宅建士合格法ガイダンス始めます。担当はレック専任講師水野と申します。どうぞよろしくお願いします。それではこれからですね、宅建合格に向けてのですね、資格説明会ということですね、本日30分程度ですねお話しさせていただきますが、まずはですねこちらのレジュメですね、まあ、これはですね、元にしながらですねお話をさせていただくんですが、まあ皆さん宅建試験をね合格したいな、まあ受けよう、もしくは会社で受けさせられる、受けなきゃいけない、いろいろな立場の方いらっしゃると思いますがね、まあとにかく今回のお話は宅建試験のガイダンスってどういう役に立つのとかっていうね、そういうガイダンスもあれば、合格するために何をすればいいのというね、その合格するためも直前の向けのところと、もう長いね、半年とか1年前のところに聞いていただくのとね、やっぱりね言うこと若干変わってくるんですよ。やらなきゃいけないことは同じなんだけど、やはりこの心持ちとかね、そういったところが違ってくるんですよ。で、こちら概要で20万人受けるとかね、合格者数がどれぐらいで合格率がねこの程度というのはもう見りゃ分かることなんでね、これ見りゃ分かることを朗読するなんていうのは講義じゃないんでね、まあ、これはもう見といてください。で、まずねこの宅建試験って優しくないです。で、例えばもう受験経験皆さんの中にもある方いらっしゃいますね。悔しい思いしたと、2014年悔しい思いした絶対っていうね、そういった方はねその宅建試験の厳しさっていうのは分かってると思いますが、昔はね宅建ってそんなでもなかったんですよ。なんですかね、通勤通学の行き帰りにねちょろちょろっとね過去問題集ちょっちょってやってね受ければ、まあそれだけでも、勝ち負けというね、まあ、5割ぐらいのね確率になってたんですよ。まあ、いつかやってりゃ受かるだろうみたいな感じで、おお今年は受かったできたみたいなね、とりあえず過去もなんとなくやっててもね受かった時代ってあったんです。もうね今全然違いますから。だからそうですね、まあ20年ですかね、それより前に宅建試験合格した方、いやそれはその時はその時で価値あるんですよ。だけどそういう方がね、宅建試験楽勝でしょと、まあ、なんで宅建なんて受かんないの、宅建なんて何も1ヶ月あれば受かんでしょみたいな、そういうことを言う人は眉唾でございます。もう今の時代の宅建試験は分かってないですね。まあもちろんね、例えばね公務員の試験受けて民法分かってますとかね、資格で司法書士の資格ねお勉強しててで宅建試験やるって言ったら、それはねその分野でもう法律という分野ですごいね難しい勉強してる人ですから、そうしたらちょっと1ヶ月ね宅建試験特有のところ積もれば、まあ1ヶ月受かるって人もいるでしょうけどね、そうじゃなければね今ね一から小学でねやってね宅建試験1ヶ月だね、なかなか仕事やってたら難しいです。もちろん何にも仕事やることなくてね1ヶ月ねもう朝から晩までね十何時間詰め込みましたと、そしたらそれぐらいで受かる人もいるでしょうけどね、でもやっぱりね普通1時間2時間ね取れるのがお勉強時間やっと、土曜日日曜日週休2日とか言っても結局休日でになったりとかね、あとお友達の付き合いとか、あと家族がいたらやっぱり家族サービスもしなきゃいけないしね、もうやることがある、もう宅建試験だけに全ての時間を注げるなんてそんなにいらっしゃらないんですよ。そう考えるとね、やはりこの宅建試験っていうのは大変なんです。15%から17%ってもう大体ね、もう2017年がね35点って出て、これねちょうどね合格発表があって合格ラインが出た時なんですよ。これね資格の学校ねかなり多くね34ぐらいまで行くんじゃないのかな、ね、4、まあ、レクでもプラスマイナス1、まあ、上にずれることもあるかもしれないけど、まあ、4が4点ぐらいが本命だろうなって言ったら5だったんですね。これね 15.6 って 16、17% とか、ね、超えることもあるんですよ。そう考えるとね4とかでもね良かったんじゃないのっていうところはあるんですけど、やっぱりそんな甘くしてないですね。もう 15% というもうラインで大体もう最下位切ってる。そうだから合格点35点って昨年もなかなか難しい問題多かったんですよ。それでも35点ってね、これはねやっぱりねレベルがね年々上がってるんですね。で 15%17% といったら100人受験すれば15人とで、50人だとね7人ぐらいじゃないですか。で大体1クラスですよ、まあ、皆さんイメージですが、まあね、地域によって違いますけどね、1クラス50人いた、そしたらですよ上位7人ですよ。結構学校だったら勉強できる方の部類の人たちがなんか合格するっていう、そういうパーセンテージですよね。いやーそれはなかなか優しくないですよ、ね、2人に1人とか受かるとかじゃないんですから、それだけなかなか大変なんですよ合格率もね、だからこの宅建試験ってまず言っておきますよ、ほんの優しいもんじゃないです。本当にちゃんと対策を取らないと合格しない。ただ逆に言えば対策をちゃんと取ればきちんとした勉強方法できちんと努力をすれば合格はします。必ずします、必ずします。これセンス云々とかないです、
最近記憶力が悪くて、いや記憶力が悪いんじゃない、努力です。必ずね合格までは持っていけるんですよ、ちゃんとした努力すれば。でそれでじゃあどういう勉強をするのっていう話なんです。さあ前置き5分もしてしまいました。でまず一番最初に、いややっぱりね合格するのには、まあ、次のページもありますが、独学とか通信とか通学とかって書いてありますね、うん、まあ、はっきり言いましょう、こんなもんどうでもいいんです。テキストどこがいいんですかね、うん、俺はレックのガイダンスだからレックっていうに決まってんじゃないですか、あんなもん、もうね、テキストダーナミンなんだもんは、もう本屋って、ね、好きなの買ってくればいいんですよ、まあ、過去もはねレックがいいと思うんですよ、うん、私、まあ、レックの人間だから、まあ、おすすめするんですけど、これね、まあ、公平な目で見て、過去問の解説は、レックの、ね、解説ね、一番ちゃんとしてるはずです。まあ、ちょっと、したったらずのところもあったりするんですけど、ちゃんと解説はね、書かれてます。これね、負けてないです。というか、負けないですね。他のやっぱり、ね、建築系とか会計系が得意な、ね、学校さんとか比べて、ちゃんとしっかり書いてます。だからね、過去問はね、絶対レックは、ね、進められるんですよ。うん、だけど、まあ、とりあえずテキストを生むよりも一番大事なこと言っておきますよ。ですか。まず皆さんはこの情報を見てください。宅建試験って10月第3日曜日に実施ってありますね。はい、この10月第3日曜日、来年もう2018年、ね、受かると決めてください。受かると決める、もう宅建試験に受かりたいなじゃないです、受かるって決めるんです。これね、このね、中でこのレジュメの中で4ページのこの一番下のこの合格すると決める、これ一番大事です。決める。もう皆さんは合格するって決めるんです。絶対受かると。ですから決めたんですよ。決めれましたか？いやいや、決めるったってそんなのやってみなきゃ分かんないじゃんと。そうじゃないんですよ。ね、やっぱりね、何かを達成しようと思ったら、もうやる！もうここで決めると。2018年の宅建試験に合格！もうこれでおしまい！決めてください。で、これ決めれたらね、もうやること半分終わったようなもんです。うん、半分ですよ。決める！よし、俺は受かるぜ！よし、じゃあ何して遊ぼうかなだと。努力してくださいと。だけどね、まずはね、受かりたいなとかね、受かればいいなとかっていう風にやりながらやると、やっぱりなかなかね結果出てこないんですよ。これは何でかと言いますとね、例えばじゃあ皆さんは宅建試験受けるって決めたら本買いますよね。本代という出費があるんですよ。受験料7000円も取られるんですよ。どうです、それだけで1万超えちゃうんですよ、本代と受験料だけで。うわー、その1万円なんかうまいもん食った方がよくないですか。そうです、どっちでもいいんだったら資格なんてやんない方がいいですよ。だって別に資格って生きるために絶対資格必要なもんじゃないですもん、ないですもん。別に営業力ガシガシあれば資格なんて持ってなくたって金稼げますもん。これ別に資格なんて絶対に人生にとってマストなもんじゃないですもん。でも皆さんは何らかしらの理由で卓球受けるんですよね。受かると、受けるんだったら受かってください、結果出してください。そのためには絶対受かると決めることなんです。受かりたいなってみんなやるんですよ。そうするとね、なんでダメかというとね、例えば直前期模擬試験、やっぱり模擬試験の形態のものはやった方がいいですね。何千もかけてね、資格の学校来なくても、例えば50問をね、なんかこう問題集とかでちゃんと2時間測ってねやるとかね、横演習みたいな感じでね、やっぱり模試みたいなのはやった方がいいんです。で、まあ、模擬試験、まあ、受けましょうねって講師はみんな言うと思いますが、やっぱり模擬試験でね、自分のね弱点をね把握するために模擬試験って受けるんですよ。でもちろん予行練習っていう的なところもありますが、例えば2週間前ぐらいの模試で25点と、うん、昨年35点ですね、合格ぐらいね。であと2週間で25点と。で例えば半年ぐらい頑張ってたのに2週間前に25点と。どうですか、ちょっと萎えませんか、モチベーション落ちませんか、というより、うわどうしよう、まずいな、あもうダメかもしれないとかって思いませんか。うん、私全然ね、2週間前で25点でもね、いや全然いけると思うんですけどね。だってそこまで本当やってたもん、ちゃんとと。なんとなくやってて、なんとなく25だったら、ラスト2週間ガーッと詰めれば5くらい行きますよ。うん、それでもね、やっぱり受験生の心理からすると、半年ぐらい頑張ったのにね、直前2週間に25点とか取っちゃうとね、いやもうダメかねみたいになるんですよね。そうなるとどうなるかです。これ2週間すごい最後苦しいんですよ。でももうダメかもしんないと、ダメかもしんないってちょっとでも心の中で思うとどうなると思います。まず仕事が忙しくなります。残業、忙しくねえくせに残業したりして、うわ忙しい忙しいみたいなんですよ。あとね、体調が悪くなるんですよね。体調が、いや最近頭痛くて、首痛くて、口痛くて、喉痛くて、ケツ痛くてみたいに ね体調悪くなってくるんですよ。なんでか分かります？そう、落ちた時の伏線張るんですよ。これはね、自分がね、あちょっと今年ダメかもしれないって言うと逃げ道を作るんですよ。残業しだして無駄に、なんと体調悪くてみたいにね、みんな言うんですよ。どうです、もうね、
やっぱりそれでお前大変だったよな、直前期な、残業で忙しくて大変だったよな、だから今年しょうがないよなって慰めてほしいんですかね。あとお前体調悪くて運悪かったよなって慰めてほしいんですかね。うん、まあ多分ね、まあ何ですか、大人だからみんな慰めてくれると思いますよ。でも心の中じゃ思ってますよ、またあいつ逃げてらと、また頭痛かったらしいっすよあいつ、あそうみたいな、あそれは残念だねみたいな、バカにしてますよ。そうなんですよ、まずね絶対受かると決めてください。そうしたら逃げれませんから。ラスト2週間、25点、うわーマジーと思ったら何とかしなきゃってなるんです。何とかしなきゃってなって、そこからビャーやるんです、受かるんです。25点、あーもうダメかもしんないって言うと本気になれないんです。もう言い訳をするためのことを一生懸命考える、そのラストの2週間一番大事な時に勉強できないでしょ、本気になれないでしょ、詰め切れないでしょ、受からないんですよ。だからね一番最初にね、もう絶対受かるって決めるんですよ。決めることによってもう逃げれませんから、もう 10点台だろうが何点だろうが逃げれませんから、それをまずねしっかりやってみてください。絶対受かるという気持ち、これがなかなか難しいんです。難しいんです。でも決める、自分で決める、受かると。合格は自分の心が決めるんです。もちろん結果で点数でそれでダメなこともありますよ。でもやっぱり受かるっていうね、その決意をね持てなかったら申し訳ないけどね、やめた方がいいですね。受かりたいなと、なんか勉強したいなっていうね、ちょっとカルチャーセンターっぽくね、それでいうノリでね始めるぐらいだったら、お金もったいないし時間もったいないからやめた方がいいですよ。だからこの試験はやると決めたら絶対受かると決めて、そしてやればちゃんと合格するんです。じゃあ担当合格するんだけど、やはり受かりゃいいな、受かりたいな、なんとなく受かればいいな程度だと、まあ、もちろんやっていくうちにそういう決意が固くなるということもありえますけどね。まず最初にやる前に絶対受かると決める。でこれで半分終わったようなもんですよ。これで半分と、うん、そうですね。じゃあ勉強法はどうするのと、うん、そこで一応こういう話が出てくるんですよ。じゃあやるって決めたら、じゃあどうやって勉強すると、まあ、独学通信通学とかってありますけどね。これね、皆さんは当然これ動画とかね、あと DVD とか、まあ、いろいろな形で聞いてると思いますが、自分はお金はないから独学でやろうって方もいますよね。うん、全然悪いことじゃないと思います。ただまあ、メリットデメリットと書いてありますが、独学ってお金かかんない、まあ、本題だけです。でデメリットはやること多すぎる。もうね、まず過去問を分析して、何が大事かとやって、で本読んでてもその書いてあることって日本語だから分かんないことないけど、とんでもなく勘違いしてることとかあったりするんですよね、うん、でそういうところって問題やって修正していけばいいんだけど、一回なんか思い込んじゃったことってなかなか修正効かなかったですよ。だから、まあ、よく言うじゃないですか、何でもそうですけど、例えばゴルフとかね、ゴルフとはもう自己流でやってて、急にスクールとか行ってもね、変な癖とかついちゃってね、余計直しにくいと。だったら最初からね、変な癖つかないように、スノボーとかスキーとかね、もうそういうスポーツもそうですけどね、最初からこうちゃんと基本をしっかりみたいなね風にやった方がいいですよってよく言われるじゃないですか。うん、まあそういったところではね、例えばもうなんかこうやっぱりこう竹難しいって聞いてるから学校行っちゃおうかなって言ったら、まあやっぱり我々からしたらそっちが商売ですからね、その方がいいんじゃないですかっていうところですが、で独学のねメリットってこの2つなんだけど、私もね講師やって言いながらなんだけど、独学の方がいいんですよ。なんでかって言うとね、面白いんです、ゲーム的に。もうね、これまた出んじゃねえのとかね、ここら辺怪しいなとかね、あとその何ですかね、その聞いちゃった方が早いんだけど、私ね必要に迫られて受けるってあんまないんですよ。この卓球試験もね受けたのって全然関係ない、もう不動産業界全く関係ない時に受けたんですよ、趣味で。だから別に絶対じゃなかったから、なんか学校とかお金かけるのもったいないし、とりあえず自分でやればいいじゃんみたいなね。うん、でそれとゲーム感覚で、おここはこうやって攻略すると面白いななんてやれて、このねメリットってね、ゲーム感覚でやると面白いっていうね、独学にはメリットあるんですよ、私個人的にはね。でデメリットはやっぱり大変だっていうのがあるんですよ、時間かかるしね。だからまあこの独学というのは、まあ、お金やっぱかけたくないって方多いでしょうね、そういったところだけど、やること多くてすごく大変だからね、はっきり言ってね、絶対必要だったら、まあ、やっぱりこういう講座とかなんでね早いと思います。それは何でかというと、聞いちゃった方が何でも早いから、聞いた方が覚えられるし、そしてやっぱりこのちゃんとペースがね決められてんでね、そういったところはよろしいんじゃないですかと。で一応宣伝みたいなことを言っちゃいましたが、それ以上に大事なこと、共通項で、それをね今日お話ししたいんです。大事なこといきますよ、はい、合格点を目指す合理的学習法ってありますが、これね一応メモっておきますけどね、満点狙わないと。これ三大原則、
あのこれまたガイダンスってね、何本かね同じじゃないんだけどね、テーマがあるんですよ今後ね。でその時に、まあ、合格最大原則なんで、もう毎回私も定番でやるようなことがあるんですけど、その一番最初に満点狙わないっていうのは必ず最初に出すんです。満点狙っちゃダメです。50点満点の試験です。宅建試験50点満点狙うといいですか、まあ受かるもんも受からなくなりますよこれね。あの皆さん大人じゃないですか。この宅建試験の指導の難しさは大人が相手だからすっごく難しいんです。これね子供相手だとね、子供ってね素直に聞いてくれるんですよ。私もねあの塾の講師とかね、あの、まあ、学生時代はねあのアルバイトとかしてるか分かりますけど、もうね、あの例えば私立の受験とかね、そういうなんかいい塾に入るための試験とかね、そういうのってもう出るところが、まあ、大体こう対策であるじゃないですか。でこれここやりましょうねって言うと、はーいってそのままやってそのまま来るんですよ。もう何でもなく来るわけないんですよ。ところがね宅建試験はね言ったこと守ってくれないんですよ。あもうね大人相手だから自分の価値観で進むんですよね。だからもう過去問頑張れって言っても、なんか本屋で得体の知れない会社のなんか問題集買ってきましたみたいね、なあこれと、でその問題が誤植だらけだったりとか絶対出ないよっていうね超マニアックな難問だったりね、もうそういうので、ね、右往左往しちゃって、なんでそういうところでブレンドかなっていうね、うん、そういう思いなんですよ。あのね満点狙わないでくださいね。で満点狙うというのはなんでいけないかですか。宅建試験の試験範囲は極めて広大、その広い範囲を全て習得しようとするならばと、はい3ページ目、試験までに全体に目を通すことは困難でしょうと、はい、ちょっと読んでしまいましたが、これねこの得体の知れない絵で合格に必要な知識ってここなんですね。で見てください、非常に広範な宅建試験の全宇宙と、宇宙とか出てきましたよ。コスモです、宇宙ほど広くないけど、でも宅建試験ってね国家試験の登竜門と言われてるんですよ。どうですかね、あの民法とかね、あと不動産登記って司法書士とかね、あとはあの土地価格調査士っていうね、そういうあの国家試験でも超難関クラスの資格ですよ。あと税金なんかも出てくるんですよ。で税金なんかも本当に本気で取ろうとしたら税理士とかね、あとは FP ファイナンシャルプランナーとかね、あとは区分所有法ってマンション法ってあるんですけど、管理業務主任者マンション管理士、あと建物とかっていうね、土地建物とかっていうその建物なんていうのだと、ね、賃貸不動産経営管理士とかね、もういろんな資格があるんですよ。そのいろんな資格全部入ってるんです。浅く広いけど浅いんです。そんな感じなんですよ。すんごい広い範囲だから、支援自体がまずね大風呂敷広いんです。ここから出ますと、その範囲がこの全宇宙だとすると、はい、合格に必要な知識ってこれね微妙な感じですけど、だいたい2から3割です。2から3割、これ多めに言ってます。本当はねもっと少ないんです。だけど2割から3割あんまり油断、ちっちゃく言うと油断するんでね、このねここから出ますと大風呂敷全宇宙広げておきながら、出るところこの2から3のところなんですよ。ああで合格に必要な点数はこの2割から3割のところに出てくるんですよ。要はこういうことです。この宅建試験って満点目指すと全部見なきゃいけないです。全範囲見なきゃいけないです。全範囲見れば受かるじゃんと、分かんねえんですよ。なんでかというと全範囲見るとこの2、3がぼやけんです。ぼやけるとどうなるか、例えば満点狙ってお勉強する人、努力はするんですよ。じゃあ努力はするけど全部やる、隅々までマニアックなことも全部やる、全部やるとどうなるか、受かるでしょうと、分かんないんです。それはなぜかというと、前半やると本当に合格点に必要な、例えば昨年だったら38問から40問ぐらい後半なんですよ、で残りの10問はこの前半全宇宙の重箱隅つくような、税金だとかね、法律上の制限でもね、ちょっと細けえなーっていうのがあったんですよ。権利関係難しいのもあるんですよ。細けえなーっていうのが、そういう細かいなーっていうところもあるんですよ。それを全部やろうとすると、どうなるか、本当に大事な二課さん、この40点分近く、30何点分、ね、合格点プラス3、4点ぐらいのところがぼやけるんです。じゃあぼやけるとどうなるか。だいたい50問見て、全然わかんない問題はない。でも全然わかんない問題はないけど、2つには絞れるけど、裏書かれた。でね、いやそんなにね難問って感じなのはなかったんですけどね、だけど点数伸びなかったな、あの2つまでには絞れんだけどね、いつも裏書かれちゃってほしいんですよねと、はっきり言いましょう、惜しくないです、惜しくないです。あのこれ今動画で撮ってるんでね、私も強気ですけどね、皆さんがもしね目の前に現れて惜しかったねって言ったら、お客様ですからね、そうですね惜しかったですねってね言いますよ、でも本音じゃ思ってませんよ、惜しくねえよと。だってこんなドキソ中のドキソの問題2つで迷って、裏書かれたって裏じゃねえし、これドンピシャでピンポイントでやんなきゃいけないし、何言ってんだよおじさんみたいな、思っちゃうんですよ私、ごめんなさいね。でも人間ってそういうもんです、惜しくないです。
結局何がいけないかって言ったら、前半いろんなことやりすぎて本当に大事なところがぼやけてるんです。だから満点狙うなって言うんです。でね、この満点狙うなっていうのを、宅建試験は35点取れる試験だから15点も落とせんです、15点落とせんだから合格点目指しましょう、7割目指しましょう、35目指しましょうっていうのは、これはね、私は嫌いです、この言い方。何のかというと、35目指しましょうって言って、35目指して、35目指してミスしちゃったら33とか2とかでダメじゃないですか。それよりも満点とか狙って、どうですか、7割で落ち着いて合格のがいいとかって思いません？うん、まあそっちの方が私はいいな、言い方としてはいいななんですよ。でも本当に満点狙うっていう気持ちはいいんです、気概はいいんです、気合はいいんです、心意気はいいんです。でも満点取る勉強するとダメなんです。それはなぜなら、前半やると本当に大事なところがぼやけるから。はい、今大事なこと言いました。結局満点狙う勉強はなんでいけないかというと、宅建試験広すぎる、だからぼやけちゃうから、やることが。だから満点狙わず大事なところを徹底的にやりましょう、なんでございますよ。じゃあその何をやればこの2割から3割のところができるかというと、まあ、もちろんね、いやらしい話ですが講義なんですよ。講義はここのところドンピシャでやりますから。でも皆さんの中には独学でやるという人もいますよね。その独学でやるためには、じゃあどうするかって言ったら、何を学ぶかって言ったら、ここのところ書いておきますよ。過去問です、過去問です。過去問というのは、過去出た、本試験で出た、出題した問題を徹底的にやるということです。でね、この過去問も、まあ、皆さん大人じゃないですか。そうするとね、いや過去問やってもまあいいんだけど、でもやっぱり過去だから、やっぱりこう未来見なきゃいけないと、うん、やっぱり2018年は過去じゃないし、未来だから予想問題とかやったもんじゃないですかって思ったりしません？うん、そうなんですよ。あの、大人だから皆さん価値観でね、例えばあのうちのレックだけじゃなくてね、うん、他の学校のね、いろんな予想問題買って、予想問題ね、6、7社やっときゃとりあえず当たってできんだろうと、うん、まあそれなりに勉強になるし、そういうので受かってる人も中にはいるでしょうね。だって所詮学校だって、資格の学校だって過去問をもとに予想問題出してんだから。ほんでまあ全部ね、合格点一つのね、その予想問題でね、全部当たるなんてね、それは無理だけど、まあそれなりにやっときゃね、それなりに受かる可能性は高くなるでしょうね。でもね、よく考えてください。皆さんは絶対受かるって決めてるんですよ。絶対受かると決めてる人が予想でいいんですか？各社予想大外れだったらどうします？落ちるんですよ。嫌でしょ、嫌でしょ。こんなに予想問題で金いっぱい使って労力使って落ちたら嫌でしょ。そうです、予想問題って予想なんです。予想が外れたらダメなんですよ。じゃあどうすりゃいいの？過去問やるんです。過去問もでもそのまま出るわけじゃないですよね。そう、そのまま出るわけじゃないです。原チャリの免許とか車の免許と違うんです。同じやつがそのままなんて出ないんです。だけど出る論点、出るそのテーマ、これはね同じなんですよ。それはなぜかというと、宅建試験においてここから出るよって言っときながら、法律ね、そしてこの2割から3割、なんでここが出てくるか、それがね、この宅建士試験に大事なところだからです。それはなんだ、宅建士に大事なのはこの試験の制度趣旨です。やっぱり重要事項の説明というね、それができるかどうかを測ってるのがやっぱりメインなんですよ。あの重説というの知ってますけど、知らなかったら今してください。あのこの宅建試験というのは不動産業者に5人に1人置かなきゃいけない。でそれはなんでかというと、重要事項の説明という法律の説明を、不動産って法律絡みの商品なんで、やっぱり法律知ってる人が説明しなきゃいけないんですよ。その説明ができる能力があるかどうかを、もう昭和33年宅地建物取引員という、そして宅地建物取引主任者に代わり、ちょっと前に取引士になったんですけどね。これね、まあ、あの役割的にはね、他業種との連携とかっていうのは市になったら出てきたけど、やっぱり充実できる能力かどうかなんですよ。だから過去の問題というのは、なんで過去出てたか考えてください。それは宅建士の能力を測るのに必要な知識だから。じゃあその宅建士の資格に必要な知識は、10年前もこれから10年後も同じです。若干広がってはいくとは思いますが、同じです。そう、過去問をやることでこの2割から3割が見えてくるんです。だから過去問をやるんです。たださっき言ったように、過去問そのまま同じ足で出てこないから覚えてはダメですよ。例えば問いの1、正しいものを選ば、1番か、ちょっと丸っぽいけど、まあ1番からいきなりはねえだろう、2番、これは罰っぽいな、これ3番、あ、これ丸だ、丸じゃないか、3番、3番答え見たと、よし当たった、左で、どうでしょう、なんとなくですね、今ね、ただ丸って選べただけですね。じゃあもしですよ、今の話もうちょっと書いてですよ、対足の1、いや丸っぽいけど2番、これは罰っぽいな3番、これっぽいな4番、
微妙だな、まあどれかっつったらやっぱ3番が一番マシかなっつったら1番だった、外れちゃったと。それで、まあ、200問ぐらいやるじゃないですか、過去問集ね。で問いの1戻ってくると、正しいものはどれかと。で1番読んで2番読んで、これ罰っぽいな、3番読んで、あ思い出したと。これ俺ね、1番もそれっぽい丸だと思ったんだけど、3番、1番さすがに1番、問いの1から1が正解はねえだろうと思って3番にして、3番にしたら1番だったやつだと。で3番まで読んだところで1番だって思い出して1番って丸して、よし1番来た、できたみたいなね。できてます。あの最初から正解した場合もそうだし、で2回目やった時もそうですけど、これ全然できてませんからね。結局あの特に今2回目のお話なんて、1番っていう正解番号を覚えてるだけじゃないですか。そうなんです、過去問やってたのに落ちましたっていう方の典型例、番号を覚えて満足。もう問いの25は3番ってもうね、問題文読んでるとね、もう3番が答えで覚えちゃうんですね。で正しいものを1つ選べないで、正しいものは選べるのはそれはそれでいいんですけど、じゃあ3つ誤ってるんですよ。だったら過去問やるときはその誤ってるのを、なんで誤ってるのか理由言えないと。要するに何々するときは常に何々しなきゃいけない、常にってやっぱりこの試験では罰が多いです。それはなぜなら法律は原則があって例外があるんで、常には罰と。ただそういうね変なテクニックはダメですよ。常にだと罰が罰なもんだみたいな、それは違いますよ。ああ大体宅建試験はね、必ずとかね常にってなってても 25% ぐらいは丸の足が出てくるんですよ。これはなかなかです、この試験は。あの世の中の試験だと大体常にとか必ずとか一切できないとかね言うと、言い切ってるのは罰なのが多いんですよ。それは確かにその通りです、原則あれば世の中例外が多いんでね、法律もうなんてもう最たるもんですよ。ところがね、これ丸の足もありますから、だったら常にとあったら、あれ常にか例外あったな、そう思い出してください例外を。このこれしなきゃいけないんだけど、例外にこういう2つ例外があったから罰だな、解説見て例外があるから、あやっぱりそうだ OK と。解説もちゃんと自分で言えるかどうか、解説が自分でできるかどうか、ちゃんと罰の理由が言えるかどうか試しながら一個一個やってください。で、まあ、できましたらね、罰の足を丸にする練習、ここをこうすればこの枝は丸になると、その訓練で、できればさらに丸の足、正しかったやつ、正しいやつを他の人に出すときにどう罰にすると引っかかるかなと、他の受験生と。これね、あの罰の足を丸にするとか、丸の足を罰にしたらどう、こういう風に出題すると引っかかるんじゃねえかみんなな、なんて思いながらやるとすんごい実力バーンアップするんですよ。それなんでかというと、出題者の気持ちがわかるからです。結局ね、問題って受け身でね、ただ知ってるか知らないかってやると本当覚えてるか覚えてないの世界なんですよ。ところが出題者の気持ちになって、これこう出したら他引っかかんじゃねえかなとかってね、ただ丸、正しいから丸当たったじゃなくて、これはこう変えたら罰にすると他の人できないんじゃないかなとかっていう考え方でやりながらやると、もう出題者の思考回路になってくる。これね、記憶力悪い人補いますよ、なぜなら私がそうだからです。私ね、記憶力がないんですよ、3歩じゃないですね、2歩でね興味ないこと忘れません。こんなつまんねえ法律の話なんてもう一歩で忘れる自信あります。だけど理由が分かると、制度趣旨が分かると残るんですよ。 あと残るのと、制度趣旨ってね、法律って何のために、なんでという、そこが分かると応用が効くんですよ。民法とかでも難問出た時に、いやあっちがだからきっとこれもこうじゃないかな、あっぽいんだみたいなね、これね分かんないことでもね出てくるんですよ。要はね、あの、まあ、私の持論ですけど、例えば権利関係、特に民法、暗記じゃないです。最低限覚えなきゃいけないルールはあるけど、考え方を身につけると暗記じゃなくて現場で出てくるんですよ、でも逆に業法は狭い範囲からねいっぱい出てくるんでね、やっぱ宅建業法は満点狙いましょうと。さっき満点狙うなって言って満点狙いましょうってなってくるんですよ。それは何でかと、狭い範囲からいっぱい出てくるから。じゃあ業法はこれね、本当にね覚えなきゃいけないことも多いんですが、それ以上に引っ掛けどころの匂いです。問題やって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 やりまくってると、もう大体出題者の思考回路とかね、問題の流れがね分かってくるんですよ。そういうところをね、こう、あこう、あここまた地帯なく、あここ2週間以内とかね、数字だとかね見えてくるんですよ。だから問題ガンガンやってるとかなりね合格ラインに乗ってくるはずです。あと、まあ法律上の制限という分野があるんですけどね、これはねクイズです、完全に。でもちろんクイズで、ただ暗記なんだけど、暗記項目なんだけど、イメージ持ちながらやるっていうのはどこかだとなかなか難しいと思います。街づくりのイメージでね、まあ、そういうのはやっぱり攻撃しながらのがいいのかな、ですが、まあとりあえずね、法律上制限って記憶力がいい人なんで強いですよ。なあ、もういやとにかく覚えられないんですよこれ、ね、そういうノリでやっちゃう方はね、
うん、だからこれって、うん、あの人によって記憶要項とかね、やっぱり試験って覚えなきゃいけないものっていっぱいあるんでね、法上制限が一番そういった点では覚えるという、ね、試験らしいところなのかなっていうところです。まあ、分野今ねパーッと言っちゃいましたが、まあ、とりあえず何をやるにしても過去問は大事だという共通項はしっかり持ってください。で、満点狙わない、過去問はしっかりやる、繰り返し徹底的に潰すというところと、それと最後になりますが、改正点やってください。ちゃんと改正点で、宅建業法ですね、2017年はかなりね大きい改正点あったんで、もうその大きい改正点もちゃんと全部出てました。しっかり出てます。宅建試験特有ですよ。あの法律のね国家試験ってだいたい改正点があるとね、何年か後に出るんですよ。判例とかができてトラブルがあって、それが適用があって出てくるんですけど、宅建試験はね4月1日なんです。あ、これ知っておいてください。あの書いてないけど4月1日、その年の、だから来年だって2018年だったら4月1日の時点の法律でその年の試験は作られます。うん、だから今ね持ってるテキスト、もしくは昨年買ったとかね、あと先輩にもらったとかね、いうテキストは、まあ、別に皆さんにね買えとは言いませんけども、買えとは言いませんけど、はっきりと新しい方にした方がいいです。だって古いテキストだとどこが返せたか分かんないですよ。あ、これが3年前とかでね、いやブックオフで100円で買えてよかったと、いや良かった、安く買えたのは、だけどそれで本気になれますか。あ、これね、ここら辺ケチんない方がいいですよね。やっぱりその本気でやるんだから、本気でやるんだから、そんな何年か前ので本気でできます？どこが改正かなったか分かんないので。うん、だからそこら辺はねちゃんとねやられた方がよろしいと思うんですけどね。だから新しいのをね2010年やってて買い直せって、まあ強引には言えないけれども、やっぱり2018年絶対受かると決めたら新しく新規ってねちゃんと買って、そして改正点もしっかり潰してやっていくがよろしいと思います。で、今ね売ってるデルジュンだっけっていうね、まあ、レックのテキストの方はね、11月とかに作ってるんで、4月1日にね中身変わる可能性があります。だけどその改正対応の資料とかね、ネットでダウンロードできるので、ね、そこら辺は今年のテキスト2018年版を買えば、それはねちゃんと修正できますんでね。これはやっぱり自己投資なんで、改正点は本当に大事なんでね、改正点逃してるとやっぱ合格はさせません。うん、それはね、宅建試験はね、おそらく私はね想像ですけどね、なんで改正点出すか、それは改正点が毎年あるということを分かってる人を合格者にしたいんでしょ。宅建試験で合格したらもう勉強終わりじゃないですよ。宅建士になったらちゃんと充設ができるように毎年改正点追っかけるべきなんですよ。当たり前ですけどね、お客さんに説明するんだから。受かった、もらった、取引書もらった、もうそれで勉強全くしませんじゃないんですよ。ああ、そういうやつ多いんですけどね、この業界ね、私も不動産業界だけど、そういうやつ多いんですけどね。だけどやっぱり本来宅建士ってお客さんに説明するんだから勉強するんですよ。そういうのがちゃんとできる人を受からすためにも、やはりね改正点が毎年あるというのを分かって意識できる人を合格させたい。だから毎年改正点出すんですよ、これだけ複数問、ということなんです。だから改正点はちゃんとね潰しましょうね、頑張って見ときましょうねというところをしっかり守っていけば、これどういう勉強しようとそんなにブレることはないです。今の3点、満点狙わない、過去問しっかり徹底する、そして改正点、しっかり認識する。この3点ね、しっかり見といていただければね、あんまり突拍子もないことにはならないはずなんで、あとはね、努力、時間かけてね、いいのであれば、まあ、独学というのもあるし、講義、通信、通学。やっぱり通学でね、通学のやっぱメリットっていうのは、講師に直接聞けるってことですね。通信だとなんかこの教材みたいな、なんかこう質問票みたいなのがあってね、ちょっとなんか面倒くさかったりするんでね、まあ、そこら辺で面倒くさいかな。ただ通信だと何度もこう繰り返し聞けるし、そして場所選びませんからね、夜中じゃないとできないとかね、朝方だからね、朝5時起きてやるとかね、そういうね自分自身のねペースでもねできますんでね、まあ、意思さえ強く持てば通信ってねすごくいいと思います。ただ通信の悪いところはもうやる気なくなるともう教材ばっか溜まっちゃうんですよね。棚の肥やしみたいになっちゃうんですよね。そこら辺はまあ考えてね、まあ、ご自身の勉強法をやっていけんじゃないでしょうか。ただね、私個人的にはその勉強法よりも今日言ってね絶対受かると決めるとかね、満点にならないとか、そこら辺のところをまずはねしっかりね枠組みして、それで合格向かって頑張っていただければと思います。そこでまあレックがね、まあ皆さんのね手助け、合格のねサポートねできればね、幸いでございます。以上でございます。はい、まあ、短い間ではございましたがね、初学者のための宅建士合格法というテーマでお話しさせていただきました。皆さん試験合格目指して頑張ってください。以上です。はい、それでは、本日のガイダンスこれでございます。皆さんお疲れ様でした。